植物の疑問を Q&A 形式で回答していくプランティア Q&A。 今回はホウセンカの育て方に関して特に多い質問を回答させていただきます。ホウセンカは春から初夏に種をまくと6月から9月にかけて花を咲かせます。花の色は赤やピンクなどが有名ですが、白や紫、複色など様々なものがあります。暑さに強いため昔から真夏の花壇を彩る存在として栽培されてきました。管理しやすいため初心者の方にもおすすめの植物です。それではよくある質問の一つ目です。種まきや植え付けの注意点を教えてください。ホウセンカは植え替えを嫌うので種まきからの栽培がおすすめです。種まき時期は発芽適温は20度のため4月から5月が適期です。種は小さく花壇や鉢に直接ばらまきや筋まきをします。種まき後は土を薄くかぶせ種が流れないよう優しく水やりをします。ホウセンカが発芽して本葉が2枚から3枚になったら元気なものを残して間引いていきます。その後生育した苗を花壇やプランターに植え付けしましょう。植え付け時にホウセンカの根を傷つけないように丁寧に行います。続いて2つ目のよくある質問です。日々の管理や水やりや肥料の与え方に関して教えてください。ホウセンカは乾燥を嫌うため乾かしすぎに注意します。鉢植えの場合は土の表面が乾燥したらたっぷりと水を与えます。真夏は乾燥しやすいため1日2回の水やりが必要な場合があります。地植えの場合は基本的に水やりは不要ですが、乾燥した日が続いたら水やりをしましょう。植え付けの際に元肥としてマガンプ計10粒を土に混ぜ込みます。ホウセンカは開花期間が長いため1週間から10日に1回液体肥料ハイポネックス原液で追肥を行います。続いて3つ目のよくある質問です。種の採取方法や増やし方を教えてください。ホウセンカの花が咲き終わるとぷっくりとした実をつけ始めます。実をそのままにしておくと中の種が弾けてしまいます。種を採取したい場合は弾ける前に実に袋をかぶせておきましょう。実が弾けたら袋を取って種を取り出し乾燥させて封筒などに入れて管理しましょう。ホウセンカは連作障害を起こしやすい植物です。前年に植えた場所とは別のところへ植えるか新しい清潔な土に植え付けしましょう。最後にホウセンカの育て方の基本情報です。置き場所は日当たりと風通しの良い場所で管理しましょう。用土は過湿を嫌うため水はけの良い土を使用しましょう。植え付け時に元肥としてマガンプ計10粒を混ぜ込みます。病害虫に関してはうどんこ病の被害に気をつけましょう。見つけたら早めの対策を。この他にも植物に関するよくある質問にお答えしていきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。